前回に続きまして、ストラヴィンスキー火の鳥組曲1919年版の解説を始めていきたいと思います。2回目の今日は火の鳥のバリア章、王女たちのロンド、2曲続けて解説していきます。1曲前に火の鳥の踊りのシーンがあるんですけれども、ベースパートは全て休みになっていますので、火の鳥のバリア章から解説していきたいと思います。ここもミュートをつけた状態で演奏します。でベースは練習番号11番から入るんですけれども、ここはアウトとインでディビジで分かれてるんですけれども、それぞれ長さが違いまして、アウトはメゾフォルテで長く伸ばして、でインのパートはスポルタントで短くなります。それぞれこのような長さとなりますので、間違えないように注意してください。で次の小節はアウトのパートはトリルと書いてあります。で音はハーになりますので、1音上のチスで鳴らします。間違って上の音をチェで鳴らさないように注意していただきたい。でインのパートはピチカートになるんですけれども、ここは2拍目の入りになりますので、アウトのパートに伝えて小節の頭で入らないように、ここも注意していただきたいと思います。その後の2小節間もアウトとインでそれぞれ長さが違いまして、アウトが長く、ピチカートはスポーツサントで短く伸ばすという指示になります。しばらく休みがありまして、ベースは練習番号17番から入ります。でここは弦のオクターブとなっていますので、下の弦はもう開放を使っていただいて構いません。で上の弦を注目していただきたいんですけれども、ここも音の上に丸が書いてありますので、ここは軽くフラジオで鳴らすという指示になります。したがって押さえる弦ではありません。ポイントはもうシンプルに、もう両方ともダウンアップという意味順で弾くようにしてください。終わり1小節間はミュートを外して演奏しますので、ここも外し外せのないように注意してください。で譜面をご覧いただきますと、ディスの音の上に白いひし形でフィスの音がありますが、これはどういうことかと言いますと、D線のフィスの部分を軽く触れて、このフラジオレットのフィスを鳴らすという指示になります。したがって下に書いてある音はどの開放弦を鳴らすかという意味になりますので、これはディスの音を鳴らすという意味ではありません。 D 線で鳴るフィスの部分を軽く触れて、このフィスのフラジオレットを鳴らすという指示になります。そして音量もフォーティシモとなっていますので、できるだけコマ寄りを弾いて、はっきりした音を出していただきたいと思います。ここからは王女たちのロンドを解説していきます。でベースは練習番号2番、1小節前から入るんですけれども、このピッチカート音量はピアノとなっていますが、パートがもうベースしかありませんので、もうはっきりめに出していただきたいと思います。でポジションはチスのオクターブになりますので、このチスのオクターブを1音と取って、ハーもまとめて1と取っていただきたいと思います。その後8小節間休みがありまして、ベースは練習番号3番から入ります。でここから再びミュートをつけるという指示になります。で譜面にはディビジとは書いてないんですけれども、音量はピアニッシモとなっていますので、ここはもうアウトと言ってディビジを分けて弾いていただいて構いません。でボーイングなんですけれども、4小節間にわたって A 半長いタイがありますが、ここは一人で弾き切ることは難しいので、2小節単位でダウンアップと1回返して弾いていただきたいと思います。インのパートで通しますと、このように1回返して弾いていただいて構いません。その後4小節間アクセントがついてるんですけれども、すべてダウンで弾いていただいても構いませんし、あるいは音量はピアニッシモが続きますので、シンプルにダウンからの弓順で弾いていただいても構いません。練習番号7番1小節前のピッチカートは、練習番号2番1小節前のピッチカートと全く同じ形になりますので、ポジションも同じ形で取るようにしてください。ここもはっきりめに出していただいて構いません。4分の2拍子に戻ります。7番から3小節間なんですけれども、 A と A に急譜にかかる形でタイがついていますが、これは音を出した後に左手で音を飛べずに余韻を残し続けるという意味になります。インのパートで弾きますと、このように余韻を全て響かせるという意味になりますので、間違えないように注意していただきたいと思います。でアウトのパートなんですけれども、7番4小節目の2拍目の裏拍でオクターブ上がった A が出てきますので、初めの A から第4ポジションで取っておくと、ポジションを変えることなくオクターブをまとめて取ることができます。7番5小節目から3小節間はオクターブディビージで A、リスの繰り返しになりますので、アウトのパートは D 線で 2-1 でも構いませんし、 4-2 と取っていただいても構いません。でインのパートは A を開放で取っても構いませんし、あえて A 線で押さえて第2ポジションで 4-2 と取っていただいても構いません。8番1小節前のこの1小節間の休みでミュートを外すという指示になりますので、
で、遅れることがないように注意していただきたいと思います。で、8番に入ってから7小節間も A のオクターブにそれぞれ音の上に丸がついていますので、ここも両方フラジオで鳴らすという指示になります。どの弦を使うかなんですけれども、まず下の A は A 線を使います。オクターブが上がったこの A を軽く触れて鳴らすという意味になります。で、さらにこのオクターブが上がった A なんですけれども、取り方は3つ説明します。まず1つは下の A を親指を使って、で、オクターブ上がった A をアー線で3で取る形になります。これが1つ目のパターンになります。で、2つ目は A 線1本で取るんですけれども、下の A を3で取ります。で、上の A は普段チューニングで使用しているこの第2ポジションで1で軽く触れるこの A を使うという形になります。で、このように取っていただいても構いませんし、あるいは3つ目のパターンとしてアー線に移って取る場合なんですけれども、下の A を3で取ってアー線に移って第4ポジションで軽く触れてアー線の A を鳴らすという方法もありますので、この3つのいずれかのパターンを選択していただきたいと思います。もう一度3つのパターンを通しますと、もしくはもしくはこの3つのパターンいずれかを選択していただきたいと思います。練習番号9番の D で、5小節目のゲームもいずれも音の上に丸がついていますので、ここもフラジオネットで鳴らすという指示になります。したがって9番の最初の D は D 線で3で取ります。で、5小節目のゲームも D 線で軽く触れるという指示になります。それぞれの2小節間を見ますと、5小節目から2小節間はいずれもポジションを跳躍して、下に下がったチス、フィスはそれぞれ1と取っていただきたいと思います。11番5小節目から12番4小節目にかけてのこの歯の体の伸ばしなんですけれども、この替え弓の回数はもうお好みで決めていただいて構いません。もう1回で返して弾いていただいても構いませんし、あるいは2回以上に分けて弾いていただいても構いません。で、13番4小節前は A の音の上に白い四角で歯が書かれているんですけれども、ここも火の鳥のバリアーションの最後の小節と同じように A 線で鳴らす歯の部分を軽く触れて、この歯のフラジオレットを鳴らすという意味になりますので、下の開口の A を鳴らすという意味ではありません。ここからのボールの回復の回数もお好みで決めていただいて構いませんが、最後も一貫してもピアニッシモで終わりますので、最後の小節がダウンで弓先で終わるように調子を合わせていただきたいと思います。はい、今日は2曲まとめて解説をさせていただきました。この2曲間ではミュートの付け外しが合計3箇所あります。特に練習番号8番1小節前はこの1小節間でミュートを外すという非常に素早い動きが要求されますので、前の小節のピッチカートを弾いた後間髪入れずにミュートを外すということを意識していただき、次の小節の入りが遅れることがないように注意していただきたいと思います。2回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。